バリオ LF バリオ l f にアライアンス TW はチェコに本社を置く企業3社によって構成される企業グループ。チェコやスロバキアを中心に路面電車車両の新造や旧型車両の近代化を行っている。チェコスロバキアが社会主義国家であった時代同国の路面電車車両はプラハに工場を有した KD タトラが生産を行っていた。だがチェコスロバキアを含む 東側諸国の民主化やビロードリーコンに伴う、チェコスロバキアの分離などの社会情勢の変化により、KD タトラの需要は大幅に減少し、2000年に倒産した。その一方、分離後のチェコでは、同社が製造した路面電車車用タトラカーの近代化を目的に、路面電車事業に参入する事業者が現れており、その一つが、以下の三社によって2001年に設立された。 企業グループのアライアンス TW である。設立当初は、チェコやスロバキアの各都市に導入されていたタトラ t んの近代化工事が主体であったが、2004年から展開が始まったバリオ LF を皮切りに超低床電車市場に参入し、t さんの台車や機器を流用した車両に加えて、アライアンス TW の独自車両の生産も始まった。2015年には、 車内全体の床面高さを 350mm に統一した100%超低小電車であるエボが発表されている。これらの車両開発はプラゴイメックスが中心となって行われ、設計や試験は VKV プラハが担当し、製造にはクルノフ修理機械工場の施設が用いられる。2020年現在、チェコやスロバキア各都市の路面電車に加えて、 ロシア連邦やウズベキスタンでも納入実績を残している。ありがとうございます。